ヒューが懐かし都の城は霧の中から夜が明ける。見たか聞いたか、都の城は茶どこ繭どこ米どころ。野口雨情は宮崎県都の城市をこのように歌いました。今は雨情が歌ったような繭どころか絹織物もあまりおられておりません。そこで今日はこの地でおられている綿炭薩摩がすりをご紹介しましょう。江戸時代、都の城は薩摩藩だったので薩摩がすりの名があるんですが、白いものを白薩摩ですね、藍染めにされたものを紺薩摩と呼ぶんだそうです。作り方はですね、細かい柄ですからとっても難しいんですよ。友禅と違い、はじめに縦糸と横糸と別々にあらかじめ作られた図案に従って織っていきます。黒く見える糸は細い糸が12本束になっておりまして、模様として残したい部分を強く織り込み、染めた時にその部分だけ染まらないようにするとか、反物にする時は12本を1本1本ほどいて折っていくわけです。ぜひなんかこう難しくてね、わかんないんですけれどもね、都の城行ってよくてわかりますよ。細かい模様の縦糸と横糸を折っていくのはやはり器用な女性の仕事でございます。薩摩がすりを織るのは全国でここ東郷さんのところ一軒だけだそうですが、絹よりも綿の方が体に合うだろうと戦国時代天文年間に織られていたのを戦後復活させたんですね。そして木綿で素朴なものを織るのはこれは当たり前でございますが、絹のように繊細なものをとこのように柄を合わすのにも大変な神経を使っております。針のようなもので、模様を整えているわけですね。はい、こういう模様でございます。通の着る着物としまして30歳以上の人に好かれておりますが、お値段はなんと1反15、6万円でございますね。真打ちになりたての菊蔵にはちょっと手が出ませんね。